文学のディフォーメーションについて。宮本百合子、私たちの日常生活にある歴史の感覚というものを考えてみると、いろいろ非常に興味深くもあり同時に怖いようなところがある。一定の時間が過ぎて、いわゆる歴史となって目の前に現れた時、その時代の諸関係諸要素というものがある程度まで客観化されて、例えば共鳴時初年の文化の性質を語る場合のように、把握しやすい輪郭を持って見えてくるけれども、今日の私たちの生活の感覚が日々の歴史の全体の動きと、自分という個人の歴史との関わり合いの刻々の断面を、どのように鑑識し、我が生活の実質として自分に把握しているかということになると、実感に立っての答えは極めて複雑であろうと思う。私たちが、今日の時事刻々を歴史として明確に自分の生活の足の裏へ直に感覚しつつ生きてゆく習慣にならされていないということは、人間の歴史としての飾らない歴史の感情にならされてきていない過去の思考の伝習の影響でもある。歴史が、他ならぬ今日の、この時の、この私たちの感情と行動にもこもってそのものとして生きているという感覚がはっきりしないことは、昨今のように世界の歴史が強烈に旋回して、日常の気流が至って静穏を欠いている時期、とかく私たちの現実の歴史観を麻痺させられ、歴史への判断から出発する自身の生活的思維を混沌とさせられる危うさが多い。しかも現実は容赦ないから、その生活的思維の無方向のままやはり我々は歴史の因子として厳然と存在し続け、そのような怠慢で自分が存在したことの報復は極めて複雑な社会全般の事情の推移そのものから被って生きていかなければならない関係に置かれているのであると思う。歴史に対する我々のポテンシャリティの捉え方との連関で見ると、文学におけるディフォーメーションの問題はその過程に様々な曲折を含んでいる課題の一つだと思われる。新潮、6月号に片岡鉄平氏が、嫌な奴の登場、という題で小論を書いていられる。近頃誰からも嫌われる、ふてぶてしい推しの強い、ある共通したタイプの人物を小説に取り扱うのが流行っている。しかし作者たちがそれを書く意図が常に明瞭でなく、そこには、ただ人生のディフォーメーションがあるのみである。古藤久保川鶴次郎が警告的に語っている言葉に対して、片岡鉄平氏はむしろ反対に、そこに日本の小説の新しい段階を見ようとしている自身の見解を示していられる。筆者の意見によれば、小説の中に流行し始めている、誰にも嫌われる、ふてぶてしい性格、の登場の今日の必然は、彼らの存在が今や無視できないほどの重要性を持ち、作家をして書かずにはいられなくさせていること。同時に近頃の小説が一方で従来の繊細な内的追求に没頭している他の一方では、これまでの文学の心情と全く縁のない、別の生の発展に興味を持ち出し、嫌なやつ、お若い作家たちが従来の文学の武器で粉砕しないのは、それらの若い作家たち自身のうちにその一部分が流れているからでもあろう。今、それらの作家たちは、嫌なやつ、と取り組み始めたのであり、その取り組みの中から新しい武器を獲得してこようとしているのだ、という見地から、そういう今日の有効を人生のディフォーメーションがあるのみであるとする論に反駁していられるのである。
文学におけるディフォーメーションは、本来意思的なものであるということは、ディフォーメーションの最も高度な様式が象徴と風刺の文学であるという点から誰にも明らかであると思う。このような文学の力強いディフォーメーションは、その文学の源泉としてそれらの作家たちの内部に極めて手強く強靭な人生への健全な観察と判断と前提している。ゴーゴリやドーミエの風刺を思い合わせるまでもないことであると思う。そのような文学のディフォーメーションが初めて当時の現実と対抗しうるものであったことを否定するものはないのである。しかし、私たちが注目を惹かれることは、これらの文学のディフォーメーションの古典の戦士たちは、決して今日日本の小説へ、嫌なやつの登場を有効させ始めた一部の作家たちのように、そして片岡氏がそれを肯定していられるように自身のうちにもその一部の流れを持っているという人々ではなかった。日本の文学における人間性の問題は2年ばかり前にヒューマニズムの問題が現実の推移した事情のままにも見下がれて以来、不運な巡り合わせに象徴しているために、今日登場する嫌なやつが作家との間に持っている内在的関係もいわば複雑回帰ならざるを得ない点もある。もしその内在的なものを肯定するとすれば、そのように人生的な意味ではすでに現代らしくディフォーメーションしたものとして現れている嫌なやつの存在を文学として、すなわちそれによって現実を顧みうつべき武器としてのディフォーメーションにまで高めていくためには、大変強い、明透な判断の力とその客観的な拠り所がそれなどの作家たちに必要とされるわけであろうと思う。さもなければ、それらの作家たちは現実の一部として自分にも内在する人生の歴史的な歪曲の姿とそれなりに慣れ合ってしまうしか仕方がないことになってくるのである。嫌なやつを作家が干渉の圏外に追放しただけで文学の生命が純潔に保たれないのはもちろんであるし、文学が現実をくまなく捉えてゆく意味でのリアリティを失ってゆくのも実際であるが、小説の中にただそういう性格が実際生活の中でと同様に跋扈するという現象と時代と社会がディフォームしたものとして露呈している現実を典型として文学のディフォーメーションのうちに批判し再現してゆくということとは全く別なのである。バルザックのリアリズムは、この意味でディフォームされた素材を、それをこそ我が文学の世界として称揚しているのであるが、甚だ興味あることは、彼自身時代のディフォーメーションを内在物として持ちつつ社会関係の中では、そのことからの損傷の被害者の立場にありその流血的な日夜から彼の文学はついに慣れ合い以上のものとして再現してきている。今日日本の小説に、自身の身内をも流れる同質のものを感じつつ、嫌なやつを登場させているという一部の作家たちは、以上のような関係では、外的、内的な、嫌なやつと作家としての自己との間にどんな関係を自覚しているのであろうか。彼らが、嫌なやつを粉砕していないという事実の人生的、文学的機微は案外にもこのあたりに潜んでいるのではなかろうか。今、嫌なやつと取り組み始めた作家たちが、もし、嫌なやつに負けてしまったなら、どのようなことが起こるだろう、と我知らず説されている片岡氏の菊は、
取りも直さず文学の現実としてその危惧を招く何かの必然が今日に見えているからこそであろうと思える。刻々の歴史に対する客観的な眼力を失えば、文学上のディフォーメーションはディフォームした人生の局面の屈服した使用人ともなるのであると思う。1940年5月。